どうも、泉圭介です。普段このチャンネルでは、デックの紹介してます。こんな感じのトランプありますよって紹介してるチャンネルなんですけれども、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日の動画はですね、提供じゃないです。これ最初に言っておきたいと思います。提供じゃないので、僕はね、もう普通にいつも通りデックレビューします。もう特に忖度的なものなしでね、ちゃんと、真面目にね、レビューしますんで、よろしくお願いします。で、これ、どういうことかっていうとですね、いろいろ僕、デックの情報を調べるのに、ネットでね、いろいろ検索とかするんですよ。で、YouTube とか見たりするんですけれども、そこである動画があって、デックなんか作りましたって動画があって、あ、そうなんだと思ったんですけれども、そこにね、テルシタさんって方がコメントしてたんですよ。で、僕、香川出身なんですけれども、昔テルシタさんにもね、いろいろ遊んでいただいた時期とかがありまして、で、そのテルシタさんが、デックちょうだいってコメントしてたんですよね。なんかそんな感じのコメントされてて、なんか、あ、面白いなと、で、僕も冗談で、デックちょうだいってこうコメントしたんですよ。まあ、そしたら、マジでいただきました。ありがとうございます。で、その後ね、購入させていただきますよっていうふうに、ちゃんと話もさせていただいたんですけれども、結局なんか、いただいちゃったんで、まあ、これ、いただきたいなと思います。ありがとうございます。で、これがね、何かっていうとですね、これ株式会社トリックってあるんですけど、トリックってもうなんかマジック関係だよね。果たして、ヘイ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 。おー、これめっちゃ可愛いんだけれども、これで何かっていうと、北海道にあるマジックバー、バートリックさんのオリジナルデックになります。すげー、なんかね、めっちゃ可愛い感じなんだけれども。やば。僕ね、まあ、皆さんね、もしかしたらね、記憶にあるかもしれないんですけれども、マジックバーデックすごく集めてて、で、前に動画でも紹介したことがあります。よろしければ、動画の説明欄から見ていただきたいんですけれども、ちょっとね、これコレクションにこれ、加えないといけないでしょう。ありがとうございます。2個もね、いただいちゃったんですけれども、これはね、ちょっとね、今日ね、レビューしたいんだけれども、なんかまだ入ってると、なんだこれ。コロナウイルスの1日も早い収束と、泉様のご活躍をお祈り申し上げます。今後とよろしくお願いいたします。ご会長って書いていただいてるんですけど、ありがとうございます。ということでね、デックをね、見ていきたいなと思うんですけど、このバートリックさんの YouTube チャンネルやられておりますし、サイトとかね、動画の説明欄載せておきますので、よろしければ皆さんに見ていただければなと思います。ということでね、このデックどんな感じなんでしょう、非常に気になるよね。まず皆さんもしかしたら気になっていると思うので、一緒にね、見ていければなと思います。では、上げていきましょい。ではね、デック見ていきたいと思うんですけど、その前にね、このいただいたパンフレットなんか最初にね、見ていきたいなと思います。マジックバートリックとありまして、札幌なんですね。北海道ね、また遊びに行きたいんだけどね、北海道ね、もうご飯がね、美味しすぎてね、もうなんか食べすぎて気分悪くなっちゃってよね。本当にね、北海道ご飯美味しいよね。んで、システム飲み放題が120分5500円らしいです。お得ですね。そしてなんかカレーがね、めっちゃうまいらしいんですよね。なんか特製パキスタンカレー、なんかめっちゃうまそうじゃん、これ。やべえ。食べたいな。これいいですね。そして、もろもろ章がね、書いておりまして、なんか特典付きのなんかね、アプリがあるらしいですよ。なるほど、なるほど。こんな感じになっております。すごいなんかパンフしっかり作られてます。素敵ですね。そして、裏にね、地図とこうクーポンついてあるから1000円オフ。あざーす。こんな感じになっております。動画の説明欄はね、地図載せておきますとか見ていただければなと思います。北海道のマジックバーね、そのマジックバーってなんか最近行ってないな。またなんか遊びに行きたいですね。コロナが落ち着いたら。そしてその時は北海道も行きたいんですけれども、デックね、見ていきたいなと思います。じゃじゃーん。こちら、北海道と書かれておりますね。なんか、一見すると、なんかバイシクル感があるんだけれども、まあ、全然イメージされてますよね。されているんだけれども、北海道となんかマジックバートリックとあります。なんか、可愛い感じになって、なんかモコモコしてるんだけれども、可愛いね。いい感じになっておりまして、お、Your card is the six of hearts。ハートの6らしいですよ。んで、これがバックデザインになるんですかね。バックデザインがなんか、ここに北海道がなんかあって、これクオリネですか？そしてなんか魚がいて、なんかいろいろいるんだけど、クマがこれチャリンコ乗って、これこうバイシクルになるのかな？なんか、すげえ、これジンギスカンじゃない？そしてなんかカニがいる、なんかもういろいろなんか、てんこ盛りですね。もうなんか北海道の要素が可愛くてんこ盛りになっているんだけれども、いいっすね。マジックバートリックとありまして、そして、ここね、こう QR コード載って、オリオンデザインバザトリックカンパニーリミテッドとありますよ。なるほど、なるほど。いやーね、かっこいいデックがね、世の中ね、もう多いからね、こういう可愛い系のデックっていうのはね、やっぱね、僕的にはね、胸熱ではありますよ。では、
開けていきたいなと思います。どこから開けるんだこれ。ここか。ケースの紙さ、バイシクルとは結構違いますね。なんかだいぶねツルツルした感じになっておりまして、で結構ね厚みがあるので、多分これね弊社で売ってますカードカバーには入らないと思います。ちょっと台湾製よりも分厚いんじゃないかな。なんか全体的になんか分厚さを感じますね。まあ、このあたりねバイシクルと全然違うんじゃないでしょうか。ここで親指引っ掛けるとこのサイズ感もねバイシクルとは異なっております。ではね開けていきたいなと思います。果たしてどんな感じなんでしょう。いきますよ。極下一丁。果たして、おクマさんがいるんだけどかわゆすだね。でフェイスから見ていきたいですね。どんな感じなんでしょう。フェイスさんは、おこれフェイスかな。多分このブランクフェイス側がフェイスだと思うんだが、おブランクフェイスが2枚、えもしかしてトリックカード送ってくれたみたいな。違うよね、違うね。じゃあジョーカーがありまして、ブランクフェイスが2枚ついているんですかね。ジョーカーがありまして、インデックスがジョーカーじゃなくて北海道になってるんだけれども、これ面白いっすね面白いけれども、ジョーカーはさすがにジョーカーの方がいいんじゃないですか。インデックスはなんか、おなんだこれ、ハートなんか可愛い感じになってる。可愛いっすだね。そしてあ、デザイン的には通常のバイシクルと変わらないのかな。ちょっとなんかね色味と若干サイズ感が違う気がするんですけれども、まあ、ほとんど一緒でしょう。変わりませんね。いい感じになっておりますね。そして次が絵札なんだけど、ね、絵札なんかすごいなんか見えるぞ。なんじゃこりゃでこれ可愛い雪だるまがいるんだけれども、これが何か、キュウリに玉ねぎに芋ですか。やべえ、北海道そこまで詳しくないから、これがなんか特産物なのかどうかもわからん。多分こうお花も多分そういう感じなんでしょうね。ビールはいいね。海鮮もいいよねなるほどなるほど、ほうほうほう。そして次がクローバーですね。お、なんかエースはなんか可愛い感じになってますね。そしてこっからまあバイシクルと変わんない感じになってる。そして絵札が、ほうほう、あ、絵札のなんかこのもろもろは全部共通ですか。同じ感じになっているようですね。なるほど、あ、全部同じだね。全くデザインが同じなのかな。色味もなんか変わらない感じになっております。そしてダイヤさんからのこの辺は変わらなくて、ほう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 、ダイヤキュピーンと乗ってて、そして同じ感じですね、スペードからのほい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 と来て、そしてスペードのエースですね、マジックバートリックとありますよ。フェイスのデザインに関しては基本的にはバイシクルと一緒なんですけれども、エースとそれぞれ絵札が異なっておりますね。オリジナルデザインになって非常に可愛い感じになっておりますよ。なるほどね。まあなんかそういう意味ではなんかバイシクル使いの人も、ね、違和感なくお使いいただけるんじゃないでしょうか。普通にねこのデックでなんかマジックもね全然問題なくできると思います。多分これマジックバーで実際使われていると思うんですけれども、そういう意味ではもう現場の人もね使える感じなんじゃないでしょうか。可愛らしくていい感じではありますね。では次はねバックデザイン見ていきたいなと思いますよ。まあこの感じで来るんでしょうけれども、果たしてどんな感じなんでしょう。いきますよ、せーの、どこいしょ。おーおーおー、いいね、クマさんがいて、そして広げるか、広げた感じちょっと気になるからね、広げると、おお、あ、いいねいいね。あ、一見するとなんかクラシカル感があっていい、クラシカル感があるんだけれども、かわいい、いいっすね、これ。あ、やばやば。これいいな、これ。これジンギスカンとかカニが乗った、これ。こんなバックデザインのデックある、これ。すげえ。あ、いいね、いいね、いいね。なるほど。これ面白いですね。かわいいし。あ、素敵素敵。いいっすね。なるほど。こんな感じなのか。おー、広げると。ほう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 。あ、この部屋なんか基本的になんかバイシクルとあんま変わらない感じではありません。雰囲気的には。同じような感じになっているんだけれども、しかし、めっちゃ可愛いっていうね。いや、本当にね。別に悪いことじゃないんだけれどもね、デックはね、かっこいいのがちょっと多すぎるんですよ。こういうなんかこう、可愛い、なんか緩い系のもね、あってもいいと思うんですけれども、このマジックバートリックデックに関しては、これはいいんじゃないか。普通に可愛いぞ。このなんかシャー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 となってるの、これ一応なんか雪の結晶的な意味なのかな。多分周りに雪があるから、多分ね、そういうことだと思うんだけれども、これ面白いですね。普通にいいね。これ。昔さ、フィズムアジアのギフデック作った時に、なんか都道府県全部のデザインしてくださいみたいな感じで、なんかツイッターで書かれたことあったりしたんですけれども、北海道デックがね、ここに誕生してますよ。北海道デック、これはね、普通にこれ、面白いですね。いい感じ。シャッフルしているとこをお見せすると、こんな感じ。なんか普通に、
普通にいいですね。普通におしゃれじゃないですか。この色味もね、普通にいいと思います。これなんで緑色なんだろう。ちょっと緑色の理由がよくわからないんですけれど、なんか青色とかだったらさ、なんかこの雪感とかもあっていい気がするんですけど、多分もしかしてこのマジックバートリックさんのテーマカラーなのかもしれませんが、とりあえずねこんな感じになっております。デザイン的にはね、これいろんな色合うと思いますので、これワンチャンカラバリとかいいんじゃないかなとは思いますね。これは面白いですねなるほどね。いやね、マジックバーさんはね、もっとなんかいろいろデックとかね作ってもいいんじゃないかなと僕はねずっと思ってはいるんですけれども、それはなんかね一個になりますよ。で、空張りとかね今後もし出るとしたら、それはまたね非常に楽しみではありますし、なんか違うなんていうのデザインのものもね見てみたい気はしますね。いや、非常に楽しませていただきました。ありがとうございます。で、最後はね、こちら品質の比較をしていきたいと思います。バイシクルが USB-C KY 製なんですけれど、北海道デックに関しては、これはね、これどこ製なんだ ?USB-C ではないと思うんですけれども、まあ、品質はね、工場違うなら異なっております。まずね、厚みの比較なんですけれど、厚みに関してはね、ちょっと分厚いタイプになっておりますね。バイシクルよりかは2枚分ですかね。厚みに関しては分厚いんじゃないかなとは思いました。では次は滑り具合なんですけれども、滑り具合に関してはね、まあ、広がりはね問題ないんですけれども、ちょっとね抵抗感が感じるものになっております。僕的にはねこれぐらい抵抗がある方が好きなんですけれども、なんかねギャンギャンに広がるのが好きな人からしたら、最初はねなんかあれって違和感を覚えるかもしれないですね。滑り具合に関してはバイシクルとはかなり違うような感じにはなっております。まあ、ファン系はね問題なく広がるんですけれども、だいぶ抵抗を感じます。では次は硬さの比較なんですけれども、硬さに関してはねかなり硬いタイプになっておりますね。プレフィアのファーストぐらいね結構硬い感じにはなっております。これね厚みのせいなのかどうかわからないんですけれども、結構硬いですよ。カードに関してはねこうバイシクル慣れしている人からしたらね、すごくびっくりするかもしれないです。硬めではあります。では次はファローの入り具合見ていきましょう。ファローさんに関しては、まあこの辺はね問題なく入りますね。まあ、バイシクルと変わらずスコーンと入る感じにはなっております。まあ特にね問題はないんじゃないでしょうか。で、最後はね、こちらエンボスの具合見ていきたいなと思います。エンボス具合に関してはね、バイシクルと比べると結構浅いですね。バイシクルの方は結構ね、点々が見えると思います。で、この北海道デックに関しても見えるんですけれども、深さがね結構異なっております。かなり浅いタイプのエンボスになっておりますので、このあたりはね結構違うんじゃないでしょうか。で、この違いっていうのがもしかしたらね独特の手触りを生んでいるのかもしれませんが、皆さん的にはどうでしょう。はい、ということで本日はこちらマジックバトリックさんが作られた北海道デック見てきましたが、いかがでしょうか。これめっちゃいいですね。超絶可愛かったんですけれども、これどこで手に入るんですかね。一般販売するかどうか全然知らないんですけれども、まあ興味ある方はねこのマジックバトリックさんで行ってみてはいかがかなとは思いますね。このコロナが明けたらね、また北海道僕もね遊びに行きたいなとは思いました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしねこの動画が役に立ったと思ったら高評価、あとコメントやチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。トリックさんの、ね、情報とかね YouTube チャンネルで概要欄載せておきますので、よろしく見ていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。イエイ。